SA ズベールフ記念クラスノゴールスク工場はロシアのカメラメーカーレンズメーカーである。工場名は所在地であるモスクワ州のクラスノゴールスクに由来する。略称 KMZ ゼニット12と望遠レンズの下部に設置したフォトスナイパー。クラスノゴールスク機械工場は1942年2月に設立された。 プリズムに光線が入射した時の図をロゴとして使用している。現在の名称は株式会社 SA ズベーレフ記念クラスのゴールスク工場である。アーセナルと提携し、キエフコンタックスの光学機器 TSVVS というコンタックスマウントのライカ型の内部機構を有するカメラを共同生産した。1945年にはフォトスナイパー FS2KMZ を製造した。 これは 300mm のレンズに FED 型のカメラを組み合わせミラーボックスを組み合わせた一眼レフ上のファインダーを有するものでライフル状の形態を有する長望遠専用カメラを製造し現在までバージョンアップしてフォトスナイパー FS-122 型として現在も継続生産している1949年から製造中のゾアキー シリーズは1978年まで製造が行われ、製造総数は450万台を超えた。1955年から製造販売継続中の一眼レフザーアニットシリーズが現在の主力製品である。1965年、コンパクトカメラゾアッキーマイナス10の生産を開始したが、現在は生産中止である。1967年から 非常にユニークな 35mm パノラマカメラ、ホライズンを発売し、ホライズン S3 プロ 28mmF2.8 を現在も継続生産している。同社の製品は、ロシア工学機械の最高峰製品として評価を受けている。カメラだけでなく、交換レンズ群の光学性能は卓越し、ユニークな設計も相まって、 世界的な高光学性能のレンズメーカーとしても知られる。同社の一つの主力は医療関連機器の製造販売である。ありがとうございます。